こんばんんばは深夜にすすまません創価塾のコボでございます、まあ、今ね、安倍理恵さんからの動画をいただきまして、まあ、こんなね、えー、これから寝ようかなと思った顔でお届けするんですけど、大変申し訳ありませんけども、えー、非常にね、気になったキーワードだったんですけども、海老名は田んぼばっかりですといったね、言葉に対して、いや、田んぼとかね、農業を下に見てますかっていうコメントがあったよと、阿部さん言われて、ドキッとしたっていうことがあったんですけども、これね、実は私もね、多くの方に言われてるんですよ。 海老名って田んぼばっかりですねとか田舎は田んぼが多いよねとかねいろんなところで私はね田んぼが多いとかあそれから限界集落だよとか跡継ぎがいないとかねそういうこと言ってるんですけどもいやいや久保さんじゃあ農業はあの下なんですかっていうふうな発想をね特に海老名のことを言い出してからあの聞くようになったんですよ、うん、で私はね市場に一つ二つのなんか言いたいことがあるんですけども一つはね いやエ,ね、エビナ、田んぼが多いよねって言っただけでなんでね、私が田んぼを下に見てるとか農業を下に見てるっていう発想になるのかってことなんですよ。それは、その発言をした人が潜在的に、あの、人が田んぼが多いと言った時は、田んぼを下に見てるという先入観を持ってるからなんだろうなと思うんですよ。私はね、田んぼを潰して全部をビルにしようって言ったんだったら別ですよ。でもそういうことを全く言ってないんですよ。田んぼが多いという感想を言ったんです。私、エビナ何度も言ってますからね。で、ビルもあれば、 田んぼもあると、空き地もあると、ああ、なるほどなぁと、まあ、いろんなことが考えられるよねと、ビルを潰して田んぼにしよう、農業をしようっていう発言を私するかもしれないわけですよ。うん。で、逆に、田んぼを潰してビルにしようっていうことを言うかもしれませんけども、あの、それがね、なんでね、農業をないがしろにしてることになるのか、そういう発想になるのかってことなんですよ。私は新潟とか北海道のお米を買ってます。地域のお米も買ってますけどもね。で、稲刈りにも行きますし、えー、それからね、まあ、見学にも行くわけですよ。 何を隠そう、今日も昨日も田んぼの見学に行ってるんですよ、カモを見に行く、まあ、ついでと言ってあれですけどね、カモがいる沼のそばには必ず田んぼがあって、で今ね、収穫が終わったところで焼き畑とかやってるんですよね、で、もネギをパクパク食べてるわけですよ、ネギじゃないわ、稲をね、そういうのを見て、ああ、いいなとか思うわけなんですけども、これは私がどう思うと、日本の農業っていうのはど、んどんどんどん縮小されてきたんですよ。うん で国も縮小してきたし、後継ぎをしない農家の方とかもいらっしゃいますしかといって、サラリーマンや自営業をやってる方が農業をやろうかなっていう方も相対的に少ないということを考えたら私個人がどう思ってるかではなくて、うん、国民全体的に農業っていうのは自国でやるのもすごく大事なんだけども輸入を促進してもいいんじゃないかっていう考えもあると思うんですよ。えそしてて、ね、まととめると、まあ、職業ののは人の立ち位置によって ヒエラルキーがね変わってくるんですよね。 もちろん農業を一生懸命されてる方は農業の大切さっていうのを感じるでしょうし普段まあねコンビニかわかんないですよ格安スーパーかわかんないですけどもなるべく安いものを買おうとしてる方ってのはもしかしたら食に対してお金を払わないというねそういう見方もできるんですよでそういうふうな低価格の食材を買う人が田んぼをどんどんなくしてるとかね後継ぎをしても農業は儲かんないからやるもんじゃないよねっていうふうなところにたどり着くっていうこともできるわけなんですよまあいろいろと申し上げると人っていうのはいろんな価値観を持っているんで 例えばね、はっきり言って農業なんてもう日本でやらなくていいよっていう過激な発言する人がいて、その人を責めるのもまたお田違いだと思うんですよ、いろんな考え方があって、自分がどう思うかっていうのを人に押し付けたりとかね、自分の基準で人の善悪を、またね、えー、序列をつけるものではないかなと思うんですよ、もちろん、えー、議論をするのは、ね、自由だと思いますけども、うん、だからって言ってね、それを人のよし悪しで測るものではないと思うんですよね。 で誤解していただきたくないのは、私は日本のお米とか食材好きなんで、なくなってほしくはないなぁと思うんですよ、でも私自身が農業をやるつもりはないです、ですんで、そういった食料とか畜産とか、それから海産物ね、こういったものに私はかなりお金を使ってるんですよ、で信じられないくらい、たぶんね、使ってます、消費をしてます、えー、まあ、そういうことを考えると、本当に食材を作ってくれてありがとうねと。 その食材一食について5000円でも1万円でもなるべく高く払うんで値引きもしないし格安のもの狙わないんでもっともっとこのお金でさらにいいものを作ってくださいねって願いを込めて使ってるわけなんですよね。うん。で、これから日本の農業が縮小していくのはもうね、避けられないんですけども、だったら縮小する分もっとね、密度の濃いものをこのお金でやってほしいなと思うんですよ。はい。で、今回のちょっとまとめになってきますけども、人っていうのは何かを活動するときに 自分が活動してきたことよりも大きなお金をもらえると、もらったお金でもっとね、あ、これやったらすごいお金もらえるんだってことで、また同じことを繰り返す可能性があるんですよ。で、これが例えば食材,で食材だったりしたら、 野菜とかお米を作ってそれを商品マーケットに並べたらなんかものすごい金額もらえたと思ったらそのお金でまたやるじゃないですかでも一生懸命朝干し夜干しでお米を作っても格安弁当に突っ込まれてでもらえた金額がもう本当にちょろちょろちょろだったらねもうやめようかなって気になるんですよ ということで、個人個人のいい悪いは、本当にね、超越したところで、消費者の全体の思考が、日本の農業を衰退させるのか、そして田んぼを潰してビルにさせるのか、多くの人が田んぼよりもビルに価値があると思ったら、それはね、土地のオーナーさんも売るわけなんですよ。だから、うん、もしかして、これちょっと言い過ぎかもしれませんけども、 海老名がね、田んぼばっかりですよねとかね、えー、これから田んぼを開発してビルにしましょうって言った方が、もしいたとしても、その人を責めるのはちょっとお門違いかなと思うんですけどね、私はね、うん、いろんな考え方があってもいいし、ビルを潰した結果、やっぱり、あのビルじゃない、田んぼを潰した結果、やっぱりね、農業って大事だったよねって気づくこともあるわけですよ、人間は間違いを犯しますからね。まあでもね、あのアビリーさんが発信したことによって、いろんなコメントがいただけてね、で、気づくこととか、自分が思ってもみなかったことを突っ込まれて、えそれどういうことなんだろうってう。 風に考考えててていいくくここととががやっっぱり思考が育っていくことそしてアウトプットがもっともっと洗練されて人のインプットを大事にしようっていう気持ちにつながるんだと思います今回とってもねアメリカさんいい体験しましたよね、えー、金松さんもどうもこんばんは遅くまでご覧いただきましてありがとうございましたほんでは失礼します